実はちょっと気になることがありまして。はじめまして、アリス・キャロルというものです。これからよろしくね、アリスちゃん。あー、ちょ、ダメです。でっかいダメ丸です。アテナ先輩は私にたくさんのことを教えてくれました。でも急ぐ必要はないの。ゆっくり行きましょう。どこまでも連れて行ってあげる。私たちどこか似ているのかもね。アテナ先輩、歌ってくれませんか。アリア・ザ・クレプスコーラ。幸せの歌声があなたに届きますように。